皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、キャップカットの動画編集について、下記の質問がありました。今回は、その質問に答えたいと思います。質問1、キャップカットで、声にエコーを入れることはできますか？できる場合、やり方を教えてください。2021年1月24日、質問2、キャップカットで、音声を低くするキーを下げることってできますか？2021-12-1 質問3キャップカットで音声効果以外で声を変える方法ってどうやってやるんですか？上手にできるコツとかがあったら教えてほしいです。2021-10-20というものでした。実はキャップカットでは初期には音声変換機能は弱かったんですが、最近ではこの音声変換機能についてかなりの機能強化が図られました。それでは早速いってみましょう。1、編集、音声効果で下降、低い声、重厚な声というのがあります。部分的に音声を変えたい場合は、動画を分割してそれぞれに音声効果を変えることができますし、元に戻すこともできます。以上が質問の答えとなりますが、キャップカットにはそれ以外にも、ドリ、高い声、マイク独り占め、歪んだ声、電池切れ、シマリスのような甲高い声、ロボット、シンセサイザー、電子音、ビブラート、メガホン、LOFI、ビニール、など、合計18種類の音声効果が使用できます。これ以外の音声効果を、もっともっといろいろ使いたい、という方は、キャップカット以外のアプリでキネマスターという動画編集アプリをおすすめします。キネマスターは音声効果機能が極めて豊富で基本は有料なアプリですが、音声変換だけ使用するなら完全無料で使用できます。そのやり方は1位キャップカットで完成した動画をキネマスターに読み込みます。2、新規作成、アスペクト比を選択、メディア、アルバム、から動画を選択して動画の帯をクリックすると EQ イコライザー、リバース、ボイスチェンジャーの3種類の音声変換ができます。 EQ というのはイコライザー音程の変更機能で12種類の音声、リバースというのはエコー機能で11種類の音声、ボイスチェンジャーというのはボイス変換機能で20種類もの音声に変換できます。変換後、そのまま保存すればいいのですが、保存は解像度もフレームレートも最低でいいと思います。理由は音声だけしか使用しませんので、とにかく早く保存できる方法がベストです。しかしこのままでは画面に小さいウォーターマークがついてしまいます。そこでキャップカットで元の動画の音量をゼロにしてから、オーディオ抽出済みをクリックして、キネマスターで作成した動画から音声だけを抽出してキャップカットに貼り付けます。つまり音声を入れ替えます。で、入れ替え後保存すれば完成となります。すべて無料でウォーターマークなしで動画を完成できますので、ぜひ一度お試しください。キャップカットって本当に面白いですね。以上です。